学生の前提、今の、大学に在籍している学生のですね、お話しするということですね、時間ございますので、もし、その質問などございましたら、その際に、お願いしていただいても構いませんので、よろしくお願いします。
はい、もし、ね、お弁やヘルパーを検討される方がおられましたら、ね、ぜひ、頑張ってきて、はい。では次にですね、教育、本来の、この児童教育、児童教育学の専門家の教育講師について説明させていただきます。で、僕、本来のですね、この本日のこの教育講師なんですけれども、受け止める、褒める、伸ばすという学生のですね、心の育ち、こちらをですね、重視した教育を行っております。だからですね、今、皆さんの不審な方が持っている方がおられるかと思うんですけれども、本格的にしていただければですね、必ず自信が持てるような立派な保育士さん、幼稚園教育、というか、もし携わる方がありますので、ぜひぜひ、まあ、誰にも我々全力でサポートしますので、ぜひぜひ、本格的にしていただければなと思います。